はい、どうも KTC 放送局の健太店長でございます。こんばんは。はい、こんばんは。というわけで今日はですね、スタスタといきます。もう前置きを今回は置かない、スラスラ本題に入る、たまにはそういうスムーズな動画もいいんじゃないかなと思いまして、僕ね、話に入るまでが長いってよく言われるんで、今回はすんなり話に入る、動画です。はい、山本キッドさんのね、ちょっと亡くなりになられたっていうニュースがやっぱり日本国内ではすごい注目度、まあ、世界でもすごい注目度っていうか話題にね、ちょろっとやっぱ格闘技のねニュースでは取り上げられたりしてて、まあ、キッドさんってやっぱ世界的にすごかったんだなと、世界に誇る日本人だったんだなと、改めてちょっと思ったんですけど、で、まあ、やっぱり国内でもすごい注目度で、そのキッドさんの、まあ、刑法のね、刑法っていうのかな、このね、不法っていうんですか、ニュースに対していろんな、コメントが、集まったわけですね。ネット民とかいろんなね、コメントが。で、まあ、やっぱりその、キッドさんタトゥーやっぱすごいんで、同時にタトゥー批判の、ね、タトゥーアンチのね、なんていうのコメントがすごい集まって、まあいろんな意味で注目されたニュースだったわけですよ。っていうのはこの間の動画でも言ったんですけど、で、そのね、キッドさんのタトゥーがね、要は原因で、すごいじゃないですか、キッドさんのタトゥー、入れ墨が、もう全身すごかったんで、入れ墨が原因でなんかその、がんになったんじゃないのみたいなね、コメントがすごい多かったんですよ。で、これ前も言ったんですけど、で、そのコメントに対してね、高須クリニックのね、高須院長がですね、20日ですね、9月20日かな、ツイッターでですね、その入れ墨やタトゥーについて自身の考えを投稿したんですね。で、ネット上には18日、まあ9月18日ですね、に、9月18日、僕の誕生日の次の日なんですけど、ネット上には18日に死去した、格闘家、山本キッドね、さんの入れ墨について様々な意見が出ており、高須氏はフォロワーからの質問に返答したと。で、リスナーさんからね、実はこの高須院長のね、キッドさんのそのニュースにね対して集まってるコメントとかに対してのタトゥーへのね持論を展開しているので、それをぜひ見てくださいっていう風にリスナーさんからコメントをいただいて、なんかちょっと面白そうだったんで早速見たんですよ。なかなかね面白かったんですね。リスナーさんありがとうということですよね。僕高須院長ってね、そのね、CM とかでしか見たことなかったんで、なんぞこのなんかいいケース感ね、 おっちゃんはというふうにしか認識がなくて、よく分かんなかったんで、どういう人なんだろうなっていうね、ちょっと怪しい人やなというふうに思ってたんですけど、これ見てね、すごい好感が持てました。で、まあこういうふうにツイッターで、フォロワーさんに回答してるんですね。まあ、そのフォロワーさんたちは要は入れ墨が原因でそういう病気になったんじゃねえのとかね、まあ言ってたんですよ。で、高須院長、入れ墨は皮膚呼吸がしづらく疲れやすいのは、迷信かというね、そういう質問があったんですって。そう、もう一回言うよ、入れ墨は皮膚呼吸がしづらく疲れやすいというのは迷信かっていうね、質問が高須院長に寄せられました。その質問に対して高須院長は、迷信ですと返信しましたと。入れ墨がなかったら MRI で病気を早期発見、早期治療ができたというの、できたのではというね、投稿に対しては、胃がんの診断に MRI は無関係と答え、タトゥーは装飾分野の、文化ですと、受け入れるのも拒否するのも自由ですとツイートしたと。おー、素晴らしいね。もうこれまさに確信っていうか、ついてます。受け入れるのも入れないのも自由ですね。で、その先行きますよ。医師として不潔な方法や有害物質を使うことには同意できませんと、まあ、医学的注意点に触れてから、日本の彫り物技術が耐えるのは残念です。僕が若ければ伝統文化を継承して医者もできる名称彫り活ってものかなを名乗っていただろうと思いますと持論を展開したと。もうなんかやっぱね、そう開けてますよね。開けてますね。せっかくきっともうやっぱりもういろんなね経験をしてる、ね、人たちをいろんな、世界を見てきてる人だと思うんで、やっぱり開けてますね。すげえ、ああ話の分かる人だなっていうふうには、別に
たまたま入れ墨をそう受け入れてくれた方はそういうじゃなくて、まあそういう考えができる、幅広い、うん、なんか開けてるっていうか、すごく、うん、物分かりで、なんていうかね、柔軟な人だなと思いました。うん、はい。まあそういう記事があったよっていうのを教えてくれたんで読みましたよっていう、みんなに共有です。で、まあちょっとそれだけだとちょっと話もすぐ終わっちゃうんで、芸能人でね、タトゥーを入れてる人の、ちょっと見ていこうかなと、うん、思いまして、見たら結構、あ、こんな人も入ってたのっていうのがね、ちょうど、まあ、関連ニュースからなんですけどあったんで、ちょっと紹介したいと思います。まず有名なとこ行くと安室奈美恵さんですよね、まあ、もうバンバン出してるんで彼女は、うん、まあみんな知ってると思うんですけどね。で、まあ肩とかこの辺に入れてるんですね。まあ他にも入れてるんでしょうけど、亡くなった母への追悼の意と、息子さんの名前、ハルトくんかなの文字を彫ったタトゥーって感じでね、最近はかなり薄くなっているようですって書いてますね。まあ、これちょっと全部本当かどうかわかんないけど、まあ、手首にも入ってますね、うん。右手首にはクローバーとトライバル模様、その上に彼女の誕生日、1977年9月20日をバーコードに変換してデザインしてありますと。うん、右内側手首、ラブ・ピース・ワールドと彫られています。平和な世界を愛す。うん、いいですね。直球でメッセージが。うん、宮沢りえさん、うん。意外ですね。なんかすごい清楚系な感じで、そういうリズムとか嫌いそうな感じなんですけどね。肩甲骨の上に折り鶴のタトゥーがある。折り鶴このタトゥー、これ結構可愛いですね。折り鶴。うん、秋元才が、AKB? あ、これはヘナタトゥーか。ヘナタトゥーっていうのは肌に残らない消えるやつなんだね。一時だけ楽しむっていうのは。倖田來未。倖田來未はぽいね。倖田來未はぽいね。これどこだ、これどこにいるの、腰か。蝶々だね。もう、蝶のタトゥーある腰の上、キャバ嬢ギリギリとするけどね。そんな歌もありましたね。夏川りみさんも入ってるんだって。手首にブレスレット状のタトゥーだって。へえ、沖縄のミンサー柄ですって。いつの世までも末永くという意味ですって。へえ。あと、右足首にもタトゥーですって。意外ですね、夏川りみさんはね、タトゥーなんか入れてるような感じじゃないですけどね。澤穂希選手。サッカーボール入ってますね。右、じゃあ右じゃない。足首にタトゥー、サッカーボールのタトゥーが入ってます。うん、かわいいね。青山テルマさん。この辺はまあまあ入ってても、なんか入ってそうだな、ね。工藤静香。ね。工藤さんも入ってるんですよね。右、左足首にある蛇のタトゥーだって、夫木村拓哉とお揃いだと言われている。蛇はネイティブアメリカンのシンボルであるとともに、永遠、不死を象徴し、ペアで入れると永遠に共にという誓いの意味になるだって。へぇ。これなんて読むんだこれ。コーラン?グラン?コーラン?草刈り、なんとかさんの、あれね。全然知らねえ。疎いから。弟の似顔絵ですって入れてんの。弟めっちゃかっこいいじゃん。弟、何々さんは2015年に、あ、お亡くなりになってるんですね。なるほど。個人事務所のベランダから転落した事故で、まだ23歳という若さでこの世を去り。ああ、そうなんですね。家族系のタトゥーはもうあれですよね。やっぱ感慨深いものがありますよね。飯島直子さん。へえ。あ、肩になんか入ってる。バラ。加納京子、手のひらに加納のタトゥーだって、結構イケてるぞこれ、うん、下腹部だけでなく手のひらにもタトゥーが、お揃いのマークを入れている男性が世界に8人いるそうですって。すごいよね、このへーって俺この携帯見ながら言って、ここに一切画像を出さないっていうこの手抜き感がね、やみつき、うん、加納京子の通称メンズにも同じタトゥーだって、うん、中にはお見せできないところにタトゥーを入れているメンズもいるとか、なんだそりゃ、棒でしょうね、うん、リリコ、いやリリコさんめっちゃ入ってるんですよね。最初にタトゥーを入れたのは28歳の頃、右手のハートを友達に入れてもらい、その友達がド素人だったから加減が分かってなくてすごく痛かったっていう、なかなかいいね、タトゥーなエピソードがいいですね。左肩や背中、右太もも、右胸、右手首、おへその左下にタトゥー。全身で13個ぐらい入ってます。結構グラッチリ入ってるね。みなこ、芸能人かい。みなこさん、ビッグダディのみなこさんですよね。
美奈子さんのでも入れ墨結構色使い独特ですよね。なんかうっすらなんか色鉛筆で描いたみたいな、これこれで優しい感じがしてすごいなんかいいね。うん、梵字の方は筋が入ってないね。なんていうんですかね、これなんて言う感じだったけど、これは優しい感じがしてでもいいですね。あ、でも一人で子供を育てる覚悟として彫ったものだが現在は除去したいと思ってるって。なるほど。浜崎あゆみ、肩のタトゥーはかつての恋人永瀬智也とお揃いで入れたものって書いてあるね。うん、リカコ、お、リカコ耳の裏に入ってる。なんかすげえタトゥーとか批判めっちゃしそうな感じだけど、へーへーへーって感じ。酒井のりこ、のりぴーなんかね足に怖い、なんかね凡字入ってたよね。のりぴーっぽくない。2010年頃に手術して消していたって。へえ。中島美香、背中のって、うん、右手首内側。トラストユアボイス、そのまま訳すとあなたの声を信じてとなりますが、中島美香さんは私の声を信じてという意図で入れたそうですと書いてます。うん、道端アンジェリカ、まあ、あの人は普通に隠してないし、小森純、なんか小森純もね、めっちゃテレビでね、なんかあのすごい叩かれてましたよね。タトゥーがどうだこうだ、軽率だみたいな感じでね。ほっとけ中年っていうね。めっちゃ、ちなみに小森純さん、僕の地元なんですよ。うん、僕のね、先輩と付き合ってて、ドヤンキーの先輩ですけど、ね、当時まだ有名じゃなかった時はね、ね、でも結構あれでしたよ、好評でしたけどね。うん、性格いい子だよっていうふうには聞いてましたけど、それは小森純だったとは知らなかったですけど。鬼塚千尋、耳の後ろ、結構でも鬼塚千尋のタトゥーイケてる、かっこいい。サイコロとか、かっこいいね、なんかかわいい。レイナ、マックス、マックスのレイナ。うん、チアアンナ、結構ガッツリ入ってるね。右腰に蛇と鼻、左腰に謎のアニマルって、ほんと謎のアニマルだ。上原さくらさんって、そうか、あれはボア、結構入れてる子いるんですね。パフィー、本当だ。水原希子、水原希子じゃんね、有名ですよね。うん、アビルユー、森泉、森さん、へえ、オセロ、松島、へえ、吉川ひなの、結構入ってる人いっぱいいんじゃんね。メイプル超合金、安藤夏、急に来たな。うん、これ皆さん気になる方いたら調べてください。結構いるんですね。男性タトゥー、アツシ、エグザイル、これ有名ですね。おー、かっこいいね、細マッチョ。うん、胸にはインディアの戦士、ネイティブアメリカンのものに惹かれている。まあいいや、別にこんなん読んでもしょうがない。ちょっと意外な人だけバーッと読んでいこうか。ビーズの稲葉さん、木村拓哉、蛇柄、ディーン・藤岡、かっこいいな、ほんとだ。グレイのテル、鈴木治、森さん中のあの太っちょの旦那さん、ハイドル・アルカンシェル、高弘・エグゾイル、で、ドラゴンアッシュの、関ジャニエイト、渋谷すばる、手の甲に入ってるよこいつ。あ、ドクロのタトゥー、現在は消した模様って書いてある。清原さん、来い。清原。ペニシリンの白衣、かっこよ。かっこよ、こいつ。めっちゃかっこいい。氷室京介。推しを学ぶ、推しを学ぶ、もう完全ヤンキーだもんね、これ。怖っ。
ちょ、怖いな、こいつ。河村隆一。河村隆一ってルナシーなの？現在はレーザーで使用済み。あけぼのジュンジュン、元東方神起。かっこいいよ、顔、こいつ。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいじゃん、この人。東方神起。ほう、かっこよ。ユチョン、東方神起。セクシー。永瀬智也、トキオ。ね。森田、ゴー、V6。薬指だって、結構みんなヤンキーなとこ言えてんな。ジャニーズ、田中幸喜。ジャニーズ、ヤンキーだな。はい。ちょっと、まあ、つらつらとね、長々と、ちょっといろんな芸能人見たけど、入れてる人いっぱいいますね、芸能人。そりゃそうだよね、こんだけいっぱいいんだから。完全に隠しきっていう人とかもおるんでしょうね。野生爆弾のね、クーちゃんも入ってましたよね。なんか、あといっぱい入ってる人いるんだろうけど、結構ね、いるわけです。まあ、でも、高須委員長、すごい、ほんと、好感持てました。ちょっとみんなもね、いろいろ、タトゥーに関してのね、いろんな人の持論とか見てみるとね、意外に自分が好きな芸能人とかがね、タトゥーに関して、好感的なコメントっていうか、いいコメントやってると、もしかして自分もちょっと好きになれたりするかもしれないので、ちょっと調べてみるのも面白いかもしれないですね。はい。というわけで、See you next week じゃなくて、See you、明日、tomorrow、突然終わる男。